プリズマティクライゼーションは、プレイステーション用のアドベンチャーゲーム。開発元のアークシステムワークスは、サークレートアドベンチャーと称している。ループものの一作とされる。1999年に、プレイステーションで発売され、2000年にドリームキャストに移植された。また、2002年にはサクセスからスーパーライト1500シリーズとして再発売された。 2007年8月30日にはゲームアーカイブス用ソフトとして配信されている。俗に言うギャルゲーに属するが恋愛要素は比較的少ない。同じ追日を何度も繰り返すという当時はまだ既得なシステムと哲学用語を多用した弦楽的な物語のためにアークシステムワークスによれば多くの非難とわずかな惨事を呼んだとのこと。その一方で システムの独創性、名誉愛誉の散りばめられた脚本、そして個性的なキャラクターなどが評価され、熱烈な支持者もいる。週刊ファミ通のクロスレビューにおいても、浜村通信のコメントに、本作のシステムの独創性を評価する内容が見られた。この長いタイトルを I18N、L10N などの省略型に習って、P17N と略すことがある。 メーカーの問い合わせ用メールアドレスも P17N となっていた。なお、英語の正しい綴りでは L は重複しない。主人公、岩庭総は高校3年生。幼馴染みの同級生、明美に誘われて、夏休みを秘書地のペンションで過ごすことになった。掃治は人生に明確な目的が持てず苦しみながらも、 苦悩するインテリ青年という自己像に酔うばかりで何も行動を起こさず怠惰に過ごしている。ペンションで出会うヒロインたちも一見幸福そうではあるものの内面にはそれぞれに苦しみを抱えているが、掃除はその兆候を見過ごし、彼女たちの苦しみも終わらない。掃除はペンションの近くの森でプリズムのような形状の不思議なオブジェを偶然拾う。このオブジェにより、掃除たちは 同じ一日が、いつ終わるとも知れず、繰り返される循環にとらわれる。オブジェの影響により、繰り返される一日は、しかしどこか少しずつ違ってゆく。循環から解放される日はやってくるのだろうか。プレイヤーキャラクターの一人称の設定などの後、ゲームを始めると、いきなり30分ほど見るだけであると宣告され、実際に一切の選択肢はなく、 セーブロード等のシステム系以外には読み進める操作しかできない。最後にオブジェを拾うイベントが起きて終わる。この最初に紹介されるツイタチが移行何度も繰り返されるツイタチである。以後の基本的なシステムはエンディングにつながる連鎖したフラグを立てていくという通常のアドベンチャーゲームと同様なものであるがあるツイタチの物語が 少しずつ変化しながら何度も繰り返される点と以下のようなフラグの得意な扱いが特徴である。もうあるさらに、プレイヤーの選択は、その日のストーリーには直接影響せず、次回以降の繰り返しの日において、解放されることでその日のストーリーを変化させる、という、もはやパズルのようなシステムが難解とされた。状態には、例えば、ある1日において、 ペンションのドアの状が鍵で開けられた時にその状態を記録すると別な1日の同時刻にはそのドアは初めから解除されているといったような以前の繰り返しで起きたことの続きが後の繰り返しで可能であるといったものが多いが全てではないプレイヤーは何度も同じメッセージを見ることになるのですでに見たメッセージはスキップできるように配慮されている すべてのメッセージをスキップした場合、一周にかかる時間は1から2分程度である。また、状態が5個詰まった状態で、それらのどれも解放されない展開に入る、という全くの手詰まりになることを防ぐため、記録も解放も全くないままの1日が過ぎると、次の繰り返しに入る前に強制的にクリアされる。特定のイベントを狙っている場合には注意と対策が必要である。 5人のヒロインそれぞれに対応するエンディングがある。ありがとうございます。